インスリン様成長因子2受容体は、人では、イングフにある遺伝子に高度される、タンパク質である。カチオンヒーゾン性マンノースマイナス酸、受容体とも呼ばれる。イグフに r は、多機能なタンパク質受け容体で、細胞表面ではインスリン様成長因子2を、トランスゴルジモでは、マンノースマイナス酸が付加された、タンパク質を結合する。イグフに r は、 i 型膜貫通タンパク質で大きな細胞外、内空ドメインと比較的小さな細胞質側のテールを有する。細胞外ドメインはフィブロネクチンのコラーゲン結合ドメインに相当な小さな領域と約147アミノ酸からなる15個のリピート構造を含む。これらのリピート構造はマンノースマイナス6リン酸受容体の157。 残機の細胞外ドメインと相動である。イグフ -2 への結合は、リピート構造の一つによって行われ、マンノースマイナス6リン酸の結合は二つの異なる、リピート構造によって行われる。イグフ 2R は、約300桁で、二状態として存在し機能するようである。イグフ 2R の機能は、イグフ -2 による、シグナル伝達を減弱させるために、 細胞表面からイグフマイナス2を除去すること、そしてゴルジ体からリスソ,ソームへ、酸性化水分解酵素を輸送することである。細胞表面では、イグフニアールは、イグフマイナス2の結合の後、クラスリン被覆症法の形成の際に集合し、エンドサイトーシスされる。トランスゴルジモの内空では、イグフニアールは、M6P でタグ付けされた積み荷タンパク質に結合する。 積み荷に結合したイグフニアールはガファミリーのクラスリンアダプタータンパク質によって認識されクラスリン被覆症法の形成の際に集合するイグフニアールを含む症法は細胞表面またはゴルジカラダからいずれも初期エンドソームへ輸送されエンドソームの比較的 pH の低い環境で積み荷を乖理するイグフニアールはレトルマー複合体によって ゴルジカラダイを繰り返され、再びガヤ商法との相互作用を行う。爪にタンパク質は、その後、イグフに R ヒーゾン的に、後期エンドソームを介して、リソソームへ輸送される。イグフマイナス2需要体は、ペリリピン酸と相互作用することが示されている。イグフマイナス2需要体としての機能は、カチオンヒーゾン的マンノースマイナス6リン酸、需要体としての機能から進化したもので、 単行類で初めて出現する。イグフマイナスに結合部位は、エクソン34のエクソン製、スプライシングエンハンサークラスターの形成によって、偶然に獲得されたようであり、このエセは先行するイントロンへの数キロ延期にわたる、リピートエレメントの挿入に対する応答として、形成されたと考えられる。その後の重和行の進化の過程で、神話性の6倍の、 増加と遺伝子のインプリンティングが同時に生じており、これは親子間対立の一例であると考えられる。ありがとうございます。